こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、16ビートをやってる時に、まあよくハイハットが歌ってるねなんて言われたりとかしたんですけど、まず、練習方法としては、16ビートって一つこういうパターンが、どんなパターンでもいいんですけど、あったとすると、まあ結局一曲通してベースはずっと同じパターン行ったりとかすることがあるので、そうするとバスドラのパターン変えられないよねみたいな。 でもハイハットでいろいろこう雰囲気変えたいんだけどってなった時に、まず一番最初に、まず練習するのはですね、バスドラムと同じところにアクセント移動しながら、ハイハットのアクセント移動しながら16ビートと、まあ、これ8部で書いてありますけど、この足のパターンね、ここを見に行ってほしいんですが、ドタンドドドタンですね。これそのまま譜面で叩くと、でこれを16ビートにした時にですね、まあ皆さん放置するとこうなるんです。まあ、ハイハットが棒歌いになっちゃうので、まあ、ではなくてですね、まずはですね、バスドラムのあるところ、ここにですね、ハイハット、このこうやってやるとバスドラ踏んでなくてもリズムわかるじゃないですか。なのでこれをやって足を入れると色が濃くなる。例えば、これの2番ね、2番やるとすると、こんな感じで、できるわけじゃないですか。なのでこれ、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、これを全部ハイハットと、まずバスドラムと同じところにアクセントを置いて、でリンクさせた方が、バスドラとハイハットのタイミングもすごく合わせやすいし、まずは初心者の方はこれを練習していただきたい。意外とこれやるとね、みんなであんまできてないんですよ。なのできっちりちゃんとハイハットでもアクセントを出す。で次できたらですね、今度は表のアクセント、要は、四分音符の頭に、で今度はバスドラついていかない、どっちやっても、どっちでやりたいか。だから最初のうちは歌ってるんだけど、サビに行ったらこう B メロに行ったら四分音符の流れがあったから、こういう風にしてみたいな。で、サビは裏アクセントなんていうのがあるんですが、裏っていうのは 8分音符の裏ね。でスニア入れ、練習していくと、まあ一つのリズムパターンなんだけど、サビのとこはライドに。ガットとかは昔こういう、このガットのパターンとして有名だったのが、この裏のとこにライドに行く。というふうに、この3種類で、まあ、右手これライドに行ったりとかね、こういうのをやりながら、とにかく、まずは足ときっちりリンクさせることが第一で、次に足が今度はこう手のアクセントで無理についてこないタイプ。そうすると、ハイハットだけの動きとバスドラの動きが変わるので、要は2声で歌ってこう進行感がありつつも、ちゃんとバスドラとベースがリンクしてるっていう形を使える。裏拍のアクセントにすると、さらに裏のアクセントでアップビートを作りながらバスドラと足がリンクしているっていう形ね。あとは、まあ、手がいろんなパターン、パラデュールとかいろいろあるんですけど、基本的にはこの3つをしっかり練習しておくと、まず困ることはないんじゃないかなと思うのと、こういった形でハイハットだけでこう歌い方を変えられるっていうのがすごく大事なのと、まずはハイハットだけでバスドラと一緒にリンクして、リズムのパターンがハイハットだけでも歌えるんだよ、なおかつ今度はハイハットの歌に対してバスドラついていかないよっていう練習をすると、すごくその場合に分けたハイハットのアクセントができるので、非常にこう歌ってる感じになると思うんで、ぜひ頑張っていっていただきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。